会場前景。中央の、伝の字の建物が、本館五大展宝宿名古屋博覧会は、1928年に、名古屋市中区の鶴舞公園において開催された、博覧会。つまり、昭和天皇の即位を記念する五大展という名目で、名古屋官僚協会が開催した。当時の不況を打破するためのイベントでもあった。博覧会事務局は主催者である。 名古屋環境協会内に設置され、会長には当時の大岩伊佐尾名古屋市長が就任し、総裁には在名経験のある茅野宮常の漁を迎えた。会期は1928年9月15日から11月30日だった。全国37府県が参加し、最終的な来場者数は194万人に及んだ。出展は国内府県のほか。 朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、南満州鉄道、南洋庁などの当時の日本の統治地域各地に及び出品数は数十万点に上ったという。鶴舞公園駅この博覧会の交通アクセスとして中央本線に臨時駅鶴舞公園駅が設置された。また会場内には美術館が設けられ、 すでに公園内に存在した私立名古屋動物園も博覧会の一部として来場客を楽しませた。博覧会本館敷地は閉会後グラウンドとして利用された。大会正門は閉幕後左右をカットした状態で屋ごとの別荘地、天白系に移設された。美術館子もの国、ありがとうございます。